何？どこここ？ポケモントレーナーとリュカの世界線か。誰の視点だろう。視点が結構コロコロ変わるね。だから最終的には集結するんだろうけど、いろんな視点から。あって、何？え？何？あ、そういや、さっきのこの爆弾何だったんだろう。ゼロになると、なんか闇が広がってたんだよね。これになるとどうなるんだろう。確かに。冒頭で触れられてたこの部分ですね。あれ？マルス！ 闇の気配感じてるよ、マルスが。あ、エンシャント教、こんなところに。そうか、城の上に建てたらマルスとロイだよな。お前、エムブレムの曲流れてる。いや、一人で、待って。え？一人で10匹くらい食べた。一人で10人くらい食べてもいけるか。おい、マルス、一人で10人くらい倒せばいけるか。 待って、今数やばかったよ。今見たけど、一人で10人くらい倒せばいけるよ。マルスだ。いや、もう作品のマルスといえば、若干もうね、本職がね、スマブラとかありますから、今のマルスは。今のマルスってなんか本職スマブラだからな、ファルコンみたいに。痛いよ。一人で10匹くらい倒せばいけるかって言いながら、マルスはね、ひたすらね、敵から逃げております。 下手な消耗したくない。一人で10人くらい倒す前に一体も倒さないという選択肢。うわー、マルス、よし。とりあえずマルスガンガン進め。10人どころか1匹も倒せねえぞ。なんだ？どっちだ？あ、違う、こっちだ。これ、ああ、下、先端で行くんだ。なるほどね。ああ、なんかいるぞ、ウィリー。ウィリー、ドラム、ウィリーみたいな、カービィのウィリーみたいなやついます。カービィのウィリーみたいなやつが、暴走機関車が走ってきます。ちょっと待って待って待って、ファイアーエムブレムにそんな乗り物を使うのは重量違反でしょ。エムブレムの世界に乗り物を持っていくのは重量違反でしょ。ちょ、エムブレムの世界に、エムブレムの世界にそんなローラー持ってくるの、車持ってきちゃいかん。よし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 。10匹とか1匹も倒さずに来たわ、ここまで。何？なんか大物が来るか。メタナイト？戦艦ハルバートの持ち主だもんな、メタナイト。最近のカービィだとメタナイト味方キャラのことも多いんだけどな。あれ？ メタナイトごと襲われんの？ってことは？敵サイドではないの？メタナイト。あ、メタナイト何？味方サイドではあんのか、一応。ここは共闘だと言わんかに。メタナイト行くか。なんか、今作君強いんだろ？今作君強いんだろ？メタナイト。見せてくれよ。なんかよくわかんないけどね、この作品はメタナイトが超強いと聞いたぞ。いけるぞ、メタナイト。よくわからんけど、メタナイト頑張れ。スマブラ SP でも、まあ、メタナイト使い方は知ってるけどさ。あ、いた！なんか食らったぞ。お、ストー！ストー！無敵！おい、無敵、無敵！おら！ 無敵なんじゃん。いや、いけいけいけ、メタナイト。なんかよくわからんけど。いけ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 。この世代はメタナイトは強いはずや。強キャラと聞いたぞ、みんなから。みんなコメントで言ってた。強キャラって聞いてた。いいぞ。何してんだ？お、なんか今勝手になんか変な。なんだ今の。なんか追ってった。まあいいや。敵を倒せ。あー、頑張れ。おー、いいぞ、メタナイト。いいぞ、いいぞ、いいぞ、メタナイト、いいぞ、いいぞ、いいぞ。よくわからんけど、なんか頑張れ。ポテチ落としてくる、あいつ。あー、メタナイト。頑張れ。いいぞ、メタネット強い。あ、剣、みんな剣持ってる、みんな剣持ってる、みんな剣持ってる。あ、メタネット頑張れ、メタネット、メタネット頑張れ、メタネット、まだお前はそんなもんじゃない。強キャラなんや、いける。強キャラやろ、確か。なんかみんな言ってた。メタネット強キャラって言ってた。メタネット強キャラって言ってた。いけるいける、まだいける。おー、ね、メタネットが強キャラでいける。強キャラいける。よしよしよし。なんか強キャラ、強キャラ、強キャラ。マルスもね、この世代強キャラと聞いております。いけます。マルスも大丈夫でしょ。マルスー、よーし、いった。危ない、なんかやられるとこだった。マルス、あー、マルス、なんかなんでか激アツ戦っとんねや、お前。真ん中行け、真ん中行け、危ない。残り痛い、残り痛い、終わりや。残り痛い、この野郎。よし、え、まだあんの？
おお、 FE の曲に乗せてまだいけんのか。え、ちょっと待って待って、さっきイストック失ったの痛いな。あー、やばい、来た。マルス頑張って、マルス頑張って。よくわかんないけど頑張って。まだ解禁されてないの、僕のね、僕全然やってないからね、乱闘まだ解禁されてないの。マルスは初見のキャラなんだ、頑張って。やばいよ、頑張れマルス。よし、いいぞマルス、いいぞ。コストロゴロゴやったら倒せる敵は倒しといた方がいい。ダメ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 、よこす、頑張れ頑張れ。マルス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 さ。よし、メタナイトが復活来ました。メタナイト復活です。強キャラ復活、強いぞこいつは。頑張れメタナイト、強キャラ復活。よくわかんないけどメタナイト頑張って、メタナイト頑張って。ちょっと待って、メタナイト、メタナイト嘘だろ、メタナイト。よし、いいぞメタナイト。でも技の手が素早いからね、技の手が素早い、強い。だから隙を攻めていける。あー、ちょっと待って、危ねー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 、なんか危なかった。いやでもなんかこういうなんか乱戦アクションゲームってやっぱ全然やってないから新鮮ですね。基本的に僕がやってるゲームとかと考えると乱戦ゲーム、こういうアクションゲーム全然やんないもんな。新鮮だわ。あ、ハードの器やった。うわ、結構長いな、一つ一つのステージが結構長い。お、トロッコ、あ、洞窟大作戦みたい、強いな、やっぱ使いやすい技が。強キャラって言われるのもうなずけるかも。まあね、メタナイトじゃダメですよ、マルスですよ、やっぱ。まあ、時代はマルスですよ。スマブレスペルね、マルスの方がね、強いとき、もうその手には乗らねえぜ。もうその手には乗らねえぜ。俺が何度もモラス鉄を踏むと思ってんの。いや、でも運営分かってんな。あ、おー、よかった。なんか落ちるんかと思った。なんか急に来そうだな。気をつけよう。ジャンプボタンいつでも押せるようにしておいた方がいい。絶対なんか途中来るから。はい、ここ来たー。よいしょ。よし、いった。あ、エンシャント今日追いかけてきてたのか、結局。いやー、届かないねー。なんか頭振って、あっ、ん、なんだ、おー、天空でらー、アイクの曲だー。この曲いいな、名曲じゃん、これ。アイクのこの名曲。アイク、あ、そっか、アイクしてる。ありがたいね。アイク、パワーキャラだよね、多分君。スマブラ SP でもまあ、パワーキャラ。アイク、走んの遅えな。あ、これ倒さないといけないやつだ。アイク、アイク何がいいんだ、扇風機か。アイク、確かね、なんかね、今のスマブラこれしかしてない。なんかね、今のスマブラだとね、なんかアイク、こればっかなんですよ。なんかね、空中ジャンプ、空N、下みたいな。ジャンプ、空N、下。ジャンプ、空N、下。なんかこれが強いって聞いた。そう、アイクなんかね、ジャンプ空上の下なみたいな、なんか空中攻撃をノーマルをずーっとね、なんかね、こうやってね、扇風機みたいにするやつがなんか強いって聞きました。なんで僕はそれをしようと思います。メタネットがピーパッカしてたんでね、アイクもそれに習ってね、ずっとこれは空中攻撃下りした、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 空中攻撃下りした。よし、いいぞアイク、これってやっぱ強い。この世界でも強いのか、この世界戦でもこれか。よし、アイクいけるぞお前。アイクそんな足速くないだろう。まあ原作だと速い。なんかスマブラのアイクってなんか遅くなってますよね。あ、終わり。アイクで遊んで終わってったわ。あ、何、マドルディ、何あれ、ルイージ、どうした。ルイージ、マリオが活躍してる、お前何をしてたんだ。あれ、後ろになんかいるよ。ルイージ、お前マリオ活躍してた、何してた。フィギュアになっちゃった。ルイージ出番少なすぎんか、お前。待って、ででちょっとルイージのさ、出番がちょっといくらでも少なすぎない。あー、あれかー、これも
デデデもワリオたちと同じ集団なのかな。うん、ワリオでもルイージのこと知ってんじゃないの。あ、でもちゃんと持ってくんだ。あれ、あ、ワリオここで乗っ取られた。ワリオここで乗っ取られるんだ。あれ、これもしかしてワリオ操作するやつ。これワリオ操作するやつじゃ。さあ森、あ、剣あるよ。あー、森、確かに森といえばリンクなイメージあるわ。そうだね、ゼルダが今ね連れ去られた今、お前しかいないよ、ハイラルの勇者。ハイラルの勇者来たか、マスターソード持って。そうだよ、むしろ今までゼルダさらわれてたの何してたんだお前。ガノンドルフもお怒りですよ。リンク、おー、リンク、これリンク、リンクでやるやつ。あ、なんだでっていう。よし、なんかリンクと同じ森にヨッシーがいるのってなかなかなんかすごい光景だけど。おーい、ヨッシー、いや、スルーされてたよ。結構スルーされてたよ。あ、ここにも魔の手が来るってことか。悪玉菌の、悪玉菌でいいのかなこれ。悪玉菌って私呼んでますけど、さっきから。リンクとヨッシー操作して、なーにーみたいな。ヨッシー見て、なーにーみたいなってる。え、どっちだろう。さあ、ヨッシー行ってこい。ヨッシーはなんか初心者におすすめキャラとね、よく世間が歌っております。使いやすいんですよね、ヨッシーの技って。比較的ね、ヨッシーはね、空中起動がすごくよくて、なんかこの空中の攻撃がね、比較的優秀な水準でまとまってる。あとなんか踏ん張りジャンプって仕様があって、ジャンプ中に攻撃でものけぞらないんだったかな、なんかそのあたりがねあって、ヨッシー初心者におすすめキャラ。ただ中級者になってくるとヨッシーが物足りないって人がいっぱいいますね。あの、やっぱ短所もあるんで、その当然。それが浮き彫りとなって、なんか中級者以上はあんま、ヨッシー使わないって人も。まあもちろんね、使い続けるヨッシーの上手い人もいるみたいですけど。それがいい。あー、やばい！あ、そう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 。落とされないようにしないと。なんかいろんな敵になんかこうしてみると、これスマブラオリジナルだよね、基本的には。いいねー。これ空中前が、対人では難しいけど、敵に当てる分には苦労しないな。いいな、でもヨッシーのこの、ちょっと待って待って待って。空中にバネあんだけど。物理法、おかしいな。このゲーム物理法則ってなかったかな。そんなスーパーマリオメーカーじゃないんだからさ。スーパーマリオメーカーでもバネって空中にないはずなんだよな。マリメって確かさ、空中にバネ置いたら死んでたよね。あ、大丈夫？え、やばい！ちょっと待って、やばいよ、ちょっと、よしよし、頑張って頑張って。リンクが来ました。ここからはね、ハイラの勇者出番というわけですよ。ヨッシーはね、不甲斐ない死に方をしてました。なあ、ジョルが危なかった。今、ちょっと待って、ヨッシー、不甲斐ない、ヨッシー、ヨッシー、ちょっとヨッシー。リンクダメですね。いや、ヨッシーが使いやすいからね。リンクはそんなね、適当に技を振れるキャラじゃないんですよ。てか、リンク何もできなかったんけど、なんで？さっきのリンクなんで何もできなかったの？見事に敵の数にやられてたんだけど。よいしょー。あ、これ使える。このなんか、黄色の輪っか、なあ、よし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 、頑張って、よし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 、あれ待って、あれ待って、もうラストストックだったりする、もしかして。あれ、もしかして、ラストストック？リンク、もしかして、君ラストストック？もしかして。な、リンク？初めての窮地。やばい、ハート待ちまって、頑張って、ちょっとリンク頑張れ。やばい、リンク頑張って、マジで。さっきのリンクは、さっきのリンクダメだよ。さっきのリンク絶対ダメだよ。わかる？頼むよ、リンク。あんなにかっこいい登場したやん。頼むぞリンク。ちょっとしっかり技見て。リンク、おー、怖い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 。リンク、カブトムシ、なんかカブトムシ何もなくなった。よし、いいぞリンク、頑張れ。ちょっと待って、ここから勝つの大変だな。よしよしよし、よし、よくやったリンク、先進もう。あと1ストックの緊張感になりましたよ、いきなり。いきなり、あと1ストックの緊張感。あ、終わった。あ、よかった、ムービー終わった。ギリギリだったな。え、この調子で進んでったらさ、どっかで俺自分ゲームオーバーでできそうだな。よかった。
なんかどっかでゲームオーバーって出てきそう。